はい、じゃあよろしくお願いします。2022年の受験対策1本目やっていきましょう。え今回は死守の98段問題10問ありますので、ぜひ時間を計りながら、動画を止めてね、時間を計りながらチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、1番から説明始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。 それでは画面下げますお待ちください,いくでちなみに多分20221本目なんでこっからねあの初めて動画見る方もいると思います死守のねで簡単に説明すると死守んだなんだっていうねこれは死んでも守れということでどんな、えっと、高校の偏差値レベルを目指してる方でも絶対に取ってくれっていう死んでも取ってくれっていう基礎問題ですで実際に受験で出た問題だけを集めています なのでそういった問題だと思っっててて確認していってください。くだださたですね、今年から今、小学校3年生の取り直しをしてて、その時の番書で使ってるんですけど、このね、問題番号に鬼、鬼マークって言います、鬼マーク。で、これは、詩種の中でもちょっと難しいというか、得点がね、得点と正答率が低いだろうなと思う問題に一応つけておきます。ただ、こっちのプリント、最初にあったね。 このプリントの状態では、あ、これが難しいんだっていう風に思わせたくないので、そこでは書きません。この解説の時だけ書くようにしますので、まあ、そんなもんなと思って聞いてください。では最初行きましょう。7x-9x。x が文字で共通になっているので、計算ができます。あとは7-9をすると、-2。そこに x をくっつけてあげれば、 これで正解となります。どんどん行きましょう。次の問題。気をつけなきゃいけないのは、今、掛け算と引き算が入っていることです。この問題は、えっと、掛け算と引き算って、掛け算が先です。掛け割りと足し引きだったら、掛け割りが先です。計算の順序は。で、まあ、その順番になってるんでね、前からやれば間違わないんですが、これが、引き算がこっちで、掛け算がこっちの時もあります。そうすると、こっちを先にやるとミスになる。い計算の順序気をつけましょう。では、 5×-3、正の数、プラスの数ね、と、マイナスの数を掛け算すると、答えはマイナスになりますね。で、5、3、15、こうなる。で、ここの部分なんですが、ごめん。マイナス、マイナスとなっているので、両方足すに変えちゃう。ということで、プラスに変えられます。だから、マイナス15、プラス2と同じ。ここはね。じゃあ、マイナス15とプラス2をくっつけると、マイナス、 13と。こうなります。これは、マイナス15と、ちょっと下げるよ。プラス2を足し算してるのと同じです。書き直すとね。で、マイナスとプラスはまあ敵同士ってよく俺は言っちゃうんだけど、敵で戦ってます。マイナス軍の方がエネルギーが多い。だからマイナスが勝つんです。答えとしては。で、15対2で戦うから、15のうちの2がやられちゃって13残りますよ、みたいなイメージ。だからマイナス13ね。 じゃあ次行きましょう。で、この問題、割り算と掛け算が入っていて、まあこうやって3つ項があるタイプの問題は、よく自分はね、イコール書いて、分数、長い分数を書きます。でね、最初にいるこの子と、掛け算の後ろにいるこの子。つまりこの子とこの子だね。この子が分数の上に乗ります。だから12 X 乗 y、12x2y かけるこの 2y が、 上に乗って、割り算の後ろにいる子が下に来ます。こうやって。で、まとめてシュッシュッシュッって約分していく。例えば、3と12約分すると、4と1。x1 個と、ここ x2 乗で2個あるからね。1個分。こう消せば1個分消えるか。消すと、下が全部1になりますと。<laughs> じゃあ、上残ったのは、4と x と y と2と y が。残ったので、4×2 で8。 x が1個 y が2個。つまり 8x, y 2乗と。これが答えになります。でやっちゃうんだけど、今回の場合はね、一個ずつやってもいけます。例えば、ここ。先にやろうか。割り算だね。12割る3すると、4。x 2乗 y から x を割るとさっきと同じで x が1個減るから、x, y が残る。そこに、2y を、 掛け算するので4、4×2 で8、x が1個、y が2個。つまり同じだね。これで終了です。だからこれでもちろんできるんだけど、ただ、ここに分数が入ってきたりとか、もっと複雑、今割り切れない場合ね、とかも出てくるので、分数が残っちゃう時とかはこっちでやった方が早いです。だから個人的にはこっちがおすすめなんですが、まあ、どっちも使えるといいかな。一番は。 OK? よし、4番いきましょう。ちなみに獅子の動画は基本的に長くなりますので、みんな必要なところだけ見てね。あの、勉強時間もったいないからさ。あと倍速再生とかも使うんだよ。じゃあこれいきましょう。ルートの計算です。で、ルートはですね、分母。分数の下に来てるときは、有利化という技を使う必要があります。ここに行っちゃダメなんよね。で、どう使うかっていうと、ちょっとね、引き算をあなた下げて、分数の棒を伸ばします。ちょっとサボってここに書くよ。 これで、上と下に掛け算書いてください。で、何かけるかっていうと、ここのルート6を、上と下に掛け算します。これはルートに限らずですけど、分数、上と下に同じものを掛けるんであれば、もちろんして OK です。で、ルートっていうのは、同じものを掛け算すると、ルートが外れます。つまり6になる。だから、6分の12ルート6になってる、今。で、ルートの外の世界と、 外の世界は約分ができます。なので、6と12約分して、1と2、青のユニやばいな、になるから、下は1になりました。上が2とルート6が残ったので2、2ルート6マイナス元々いた3ルート6がいますと。で、ルートの中身が揃っていれば、外の世界は引き算できるということで2、2引く3するとマイナス1ですよね。だから、 マイナス、ちょっと1は書けないんで、マイナスルート6と。これで正解。これをマイナス1、ルート6って書くと、罰をくらってしまうので気をつけましょう。さあ、因数分解、やってきました。で、このタイプの因数分解は、ここの数字、マイナス20ね。で、ここの数字、これマイナス1が、ちょっとかある書こうか。マイナス1ね。がありますと。で、 かけてマイナス20足してマイナス1になる数字のコンビを探します。で、かけて20こっちから探すんだけど、かけて20だと、例えば20とマイナス1とかね、ちょっとカッコつけてないけど、カッコつけるか。とか、あと5と4とかもそうか。まあ、マイナスはね、こっちにつけることもできますが、このコンビ、あと2と10があったね、ごめん。 ええと、10×-2 みたいな。まあ、こんなコンビがありますと。で、このコンビの中、かけス2 0になるこのコンビの中で、足してね、こいつら足して -1 になるコンビないかなって探します。例えば、20と -1 を足したら19だから全然違うよね。で、5と -4 足すとさ、1なんだよね。惜しいプラスになったら OK なんだよね。 じゃあ、惜しいなって思ったらどうするかっていうと、これをこっちに変えちゃえばいいんだね。こうやって。こっちプラスにして。そうすると、マイナス5かけるプラス4だったらさ、かけても消しちゃうよ。君たちごめんね。ちょっと今回出番なかったわ。これは、かけてマイナス20になりますね。で、足してマイナス1にもなってるので、お、見つけた。ということで、こいつらが見つかったら因数分解いけます。いきましょう。今、X 使ってるので、 x この数字どっちからでもいいです。マイナス5からいこうか。マイナス5、カッコ閉じ。もう一個。x 今出てきたプラス4。これを書けば、これで因数分解終了となります。ちなみにこのカッコの順番は逆で書いても OK です。よし、次いきましょう。6番、連立方程式です。 連立方程式は、まあ、自分基本的にやっぱ加減法を使っちゃうので、x か y、どっちかの数字を揃えたいと。じゃあ、y 揃えに行こうか。3と2って数字なので、上を2倍して、下を3倍すれば、ここ6に揃うよね。ここが6になるし、ここも6になる。じゃあ、上にかける2しようと。で、かける2をすると、下行こっか。8x、 x-6y 20です今は上の式に2をかけました。これ、ここだけかけるとかできないからね。2をかけると決めたら全部にかけるよ。全部にね。で、下かける3するから3かけると、9x プラス 6y イコールマイナス3と全部に3かけました。ここが6で揃ったので、そうすれば足し算か引き算で絶対消えます。今は、 マイナス6とプラス6。符号が違うので、そのまま足せば、あいつ0になるんじゃねってことです。y 消えるからね。0y だったら、y 消えるから。なので、足し算すると、x のところは 17x。イコール、ここ消えるんで、ここも足し算すると17です。これ、両辺。えっ、ー、と、17で割ると、た、ここで、ここで書くか。x イコール1と、こうなります。 で、片方が出たら、この出た答えを、もともと、これね、自分で掛け算した式じゃなくて、もともとの式に代入します。どっちでもいいです。下の方が楽かなじゃあ下に入れると、これ消しちゃうけど、<laughs> x のとこに1を入れるので3、3かける1で3、プラス、ここ、2y イコールマイナス1です。ここね、1入れました。で、これ計算すると、3ピョーンって飛ばすとマイナス3に変わるから、 2y イコールマイナス4になります。これとこれくっつけるとね。両辺を2で割ると y イコールマイナス2ということで y イコールマイナス2と。これが答えになりますと。さあ、えー、今年もこれを言う季節が来ましたね。連立方程式が受験で出てきたら、まあもしでもそうですけど、出てきたらラッキー問題です。なぜかっていうと、合ってるかどうかがチェックできる。試験中に。どうチェックするかっていうと、今、 自分が求めた答え、x と1とマイナス2を代入します。元々の式にね。特、特にいけるのが、さっき、下の式はさ、最後代入で使ったじゃんか。そっちじゃなくて、使わなかった式の方に入れてごらん。例えば、x に1、y にマイナス2を入れましょう。1を入れると4、4×1 なんで、4。マイナス 3× マイナス2だから、プラスになって、プラス6。イコール、10になります。ここね、上の式が。 これ4足す6って10だから、左と右、左辺と右辺が同じものになりましたよね。こうなれば正解です。今出した答え。大丈夫。いい。これがチェックの仕方。本当は2個ね、両方チェックしてほしいんですけど、さっき使わなかった方に入れてチェックした方が、まあ、やりやすいかなとは思います。いい。そう、これね、ぜひやってください。あの、受験本番さ、本当に緊張すんのよ。で、結構ね、 なんか浮き足立っちゃうっていうか、落ち着いてない感じがするから、そういった時に自分が出した答えが、あ、絶対合ってんじゃんって、1問は絶対正解してんじゃんっていうのがあると、結構ね、精神的に安心するんだよね。でぜひやってください。さあ、7番は、えー、この子の二次方程式を解きなさいと。で、この問題は、まあ、ここにね、x2 乗のとこに係数、えー、1以外の普通に2とかね、がくっついちゃってるので、やっぱり解の公式を使っていきます。 本当は、こうやって因数分解ができればすぐ解けるんですけど、ちょっと難しいんでね。これは解の公式です。さあ、これも、いいね。今年、この刺しで何回言うんだろう。解の公式。今回各スペースね、設けたんで、残しておきます。あの、暗号のようにね、覚える、させられる。解の公式。え、x イコール、2a 分のマイナス b、プラスマイナス b、あ,あ、ごめん。 √b²-4ac いつも入んないここはいこれですこれが解の声が解の公式この子はあのどこの都道府県でも本当によく出てくるんであの覚えてください解の公式ねいいかなで ABC 何かっていうとここです x² にくっついてる係数が AB ここマイナス3が B これ A ね B マイナス3が C です。あとはそれを代入していくだけです。行きましょう。X イコール 2A 分のなんで 2×2 だから4。4分のマイナス B だからこれに符号を変える。つまり3だね。3プラスマイナスルート。ちょっと外でやります。B2 乗なんでマイナス3の2乗。つまりマイナス 3× マイナス3ね。だから9。で、B2 乗マイナス 4AC はマイナス 4×A×C です。 つまり、マイナス 4×2×3。マイナス 4×2 すると、マイナス8。マイナス 8×3 で、プラス24。つまり9、9×24 で33です。で、ルートを扱っているときは、絶対ルートの中身チェックが必要です。まあ、こういうのはね、すぐわかるけど、なんか外出せないかなって。ルートは、例えば、ルート40ってなったときに、これで止めたら×くらいます。×。なぜか出せるから。これは4、4×10 なので、2ルート10に変えられるんだよね。 4が2の2乗だから外出てこ,れるからこういった風に直せないかな必ずチェックするんだけども33はできません 3×11 なんでなのでこれで終了ですこれが答えとなりますもうめっちゃごちゃごちゃしてるよしは8番いきましょうこっからがちょっとね鬼マークが続きますとまあ苦手な子が出てくるかなというところなんですが 8番はですね、円錐の展開図ですね。円錐って言って、下が円になってて、尖ってる。とんがりコーンの反対みたいな。あの、アイスのね、こう、コーンのひっくり返したやつか。みたいな感じを開いたやつなんですけど、母線の長さが8です。で母線って何かってここね。覚えてねこれ母の線の母線、ここだから8です。で、あと、えっ、ー、と、底面の円の半径。ここの半径が3ですと。ここね。の時の中心角だからここですね。 ま、A と置きます。ここの角度を求めなさいと。で、このタイプの問題は比でも解けるんですけど、ちょっと俺が好きな解き方は、これ、上は扇形って言いますね。これ扇形。扇形のここの長さをまず出します。ここ。で、これの出し方、いきます。扇形のこうね。ここれは直径かける。これもともと扇形って円だからね。これ大きい円。画面出ちゃってるだろうけど。で、半径8だから直径16。ちょ 直径かける π、つまり 16π、かける360分の中心角と。これが扇型のこの公式です。直径かける π かける360分の中心角。今 A ね。で、今さ、この部分と、ここ、円のこう円周ね。ここは同じ長さになるはずです。なぜかって、組み立てたら、ここ、同じところに重ならなきゃいけないから。ぴったりくっつかなきゃいけないからね。 じゃあ、この円周は、円周小学校の時やりましたね。直径かける π です。だから、今半径3なんで、円周は 6π です、ここ。6π。つまり、この子と、この 6π は同じ長さなんです。だって、組み立てたら同じなんだもん。っていうのを使っていきます。ちょっとこれ消しちゃいますね。ごめんなさい。つまり、これがイコール 6π となります。で、これはね、もう左辺と右辺に π がいたら π 切りして、 スパって、同じものだから切っちゃっていい。めんどくさくなるから。こうやる。で、この後は約分しちゃってもいいし、このままいってもいいかなと思うんだけど、今、あえて約分せずに行くと、360分の 16A イコール6となります。今、ここね、16は上に乗ってるからね。こうなってる。で、360分の16邪魔ないよ。邪魔だから、ここに、えー、かける、こっちいいか。 16分の360っていうのをかけましょう。ちっちゃかっちけど。逆数ってやつ。16分の360。かけるとさ、両方き、約分で消えるから。今、こっちに A だけ残したいからさ、今。だから、これをかけるんだけども、もちろんこっちにかけるなら、右辺、右側にもかけなきゃいけないんで、かけましょうと。で、こうなってから約分してもいいかなと思います。個人的にはね。じゃあ、行こっか。えっ、ー、と、2で約分して、3と8。 これ8でいけるね。8で約分すると、下が1になって、上が8、4、30,45か。つまり3、3四4 5が残ったので、答えは135度と。はい、これで終了となります。もう消えちゃったけどさ、大い型の子の子と、大い型の子と、この演習が組み立てたら一緒になるので、そこがイコールで。ぜひね、やってみてください。 さあ、と2問だよ。もう何分長い。<laughs> じゃあ行きます。で、この形、この問題もすごく有名で、解き方を覚えてください。ただ、これを投稿してるときには、まだこの掃除を習ってない人もいると思います。だから一応概要欄に掃除の一番基本的なところ、動画貼っておくので、あの、予習で見れる方はね、ぜひそっち見てみてください。すげえ有名な問題だから。で、これはね、今、全部ここが平行になってます。ここの平行。で、長さが、ここが2。 ここが3が分かってて、ここが分かんないって、もうこの求め方というか、出されるとこも王道なんだけど、これでいくと。で、これどうやってやっていくかっていうと、何個かアプローチ、やり方はあるんですが、あのね、掃除の図形で、このリボン型まあ、蝶々型なんていうこともあるけど、この形。しかもここ今平行でしょこうやって。これ有名な形で、左側の三角形と右の三角形、絶対相似になります。相似 になるから、ま、あなんでかっていうと、えっ、ー、と、ここ体調角で一緒だし、ここ平行だから錯角で一緒だから、ま、あ二組の角が一緒になるんでね。なるんよ、必ず。で、そしたら、ここと、ここ、が対応してる辺なのね。で、相似比がさ、2対3ってわかるから、ここの比も2対3ってわかるのよ。で、その後に何するかっていうと、今度はこの X 求めたいから、 ここの三角形、これだし、使っていきます。で、これもよく有名な形で、こことここが平行だから、このちっちゃい三角形と、おっきい三角形が相似になってます。相似だから相似比で勝負できる。どうやるかっていうと、今ちっちゃい三角形のここが X、ここが3なので、X 対3、いちっちゃい三角形対おっきな三角形ね、が、ここ使います。2対、 大きな三角形は2と3足した5だから、2対5なんよね。そう、比としては。つまり、これが2対5になると。で、比の比例式って言うんだけど、比の計算は、外、外、中、中です。掛け算。外と外掛け算して、5x。中と中掛け算して、イコール6とします。で、両辺、5分の1。5が邪魔なんでね。5分の1をかけてあげると、 こっちはね、約分で消えてくれるので、ちょっとこっちがこうか。x イコール5分の6となって、これで終了となります。はい。これは知ってればね、あの、サクッて解けるんですけど、やり方がね、知らないと結構止まる子が多かった。自分の生徒ではね。なので覚えておいてください。さあ、10番。なんで問題書いてないかっていうと、どれだけ悪くかがちょっと不安だったので、後で書きます。 はい。で、10番ね。これもちょっと鬼つけときましょうと。なんでかっていうと、なんと、箱ひげ図です。箱ひげ図。初めて使った。受験対策で。昔の方はね、なかったで最近、最近追加された。 やつが受験で出てきましたね。箱ひげ図の問題。で、これは、えっ、ー、と、グラフとか図がないとね、なかなか説明できないので、この動画を撮ってあります。箱ひげ図で、2本しかないんで、1本目でいい。それ貼っておくから、箱ひげ図なんだっけって思う方は絶対それ見てください。概要欄の。で、それを見たら、今回の問題解けるから。解ける。まあ、答えは書くけどね。で、一応ざっくり説明すると、何かさ、表、ま、表が、表というか、数字が出てて、じゃあこうやってさ、 5,6,7,8,9でいこうか。9個のこう数字が並んでるとします。ちょっと右上になしだ。で、あ、小さい方からね。こう小さい方から並べたんだよ。順番に。並べた時に、まず中央は決まります。中央、ど真ん中ね。それは9個でやったんで、中央はここだよね。ここ。ここ、中央、ど真ん中ね。で、これが、第2四分位数って言います。今回問題にあったし今出しておく、編集で。問題の、あの、選択肢をね。 四分位数の第二なんです。で、絵の選択肢に、第二四分位数と中央値は必ず等しいってあるでしょこれは等しいの。なぜかって、中央値のことが第二四分位数って言うから。だから一致してんのよ。いいで、第一と第三ってあって、それが、このね、中央値を分けた左側の、残った数のそれぞれの、これ。これが第一、第三っていうの。第一、第三の四分位数。で、そこを引き算したもの。 引いたものが四分位範囲というのよ。そう。だからこれ、いも正解なの。で、結局、何が間違いかっていうと、今回、うなんです。う。答えどこに書けるこれ。やば。<laughs> 答えここでいいよ。うです。うが違います。箱の中央、これね、中央と平均値は絶対必ず一致するわけじゃない。一致することもあるけど、計算したらね。必ずではないので、うが違う。 で、あの選択肢のデータの中にね、離れた値が、例えば、この辺がさ、10とか11、12並んでるのに、ここが1でここが90みたいな数字が出てても、普通で言うと結構ずれちゃうんだけど、箱ひげ図っていうのはそういった、なんかね、1個ポーンって飛んじゃってるデータとかがあんまり影響を受けないっていう特徴があるんです。それが箱ひげ図なの。だから、あの選択肢にある四分位範囲はその影響を受けにくいっていうのは、正解なんですね。なぜかって四分位範囲は、こことここの間。 この範囲のことを四分位範囲というので、一個ね、こいつがめちゃくちゃうわーっていう数字を表していてもあんまり影響を受けない。なぜだかってここの真ん中が変わらないから。いいっていうデータになってますんで、それは覚えておいてください。ちょっとごめんね、10番に関しては本当に簡単な説明になっちゃったんですが、これはもう絶対一歩を動画で見てもらった方が早いと思いますので、ぜひね、そっちの方チェックしてもらえたらと思います。はい、ということで、今回はね、 死守の第98弾やらせていただきました。えー、今年も毎回言うし、多分これを見てくださってる方は、前回までの97回までのも、あの、勉強になるんでね、使ってくれると思うんですが、いっぱい言ってる。また言ってると思うと思うでも何回でも言います。絶対復習してください。ここの部分は。一回見て、例えば間違った問題を説明聞いて、ああ、そうかそうか、惜しかった。で、済まさない。い,い。その油断は本番につながるから。うっかりミスにつながるからね。 だから必ず復習して自分一人の力で絶対解けるんだっていう状態まで持っていって次のステップに進むようにしてもらえたらと思います。はい、ということでじゃあ今回の授業は以上でございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではたねブービーお疲れ様でした